さあということで、ついに見に行ってきましたワンピースフィルムレッド。はい、ものすごい勢いでね、興行収入を叩き出している本作なんですけれども、公開10日で70億円突破、えぐすぎ。はい、もうね、ワンピース映画歴代トップのフィルム Z のね、興行収入をたった10日で抜いてしまうという偉業。まあね、原作の方も最終章に向けてもうワンピースの勢い加速しまくってますからね、それだけ多くの人の期待が高まっているということが、数字から見ても分かりますよね。はい、じゃあ本題に入っていきたいんですけれども、ぶっちゃけ皆さんどう思いましたか？その皆さんの意見本当に聞きたいんですけれども、面白かったのは間違いないと思います。はい、なんですけれども、かなり良くも悪くもチャレンジングな映画になったのかなと非常に感じました。うん、今回の映画ね、今までと明らかにテイストが違ってましたよね。はい、今まではバトルアクションムービーって感じで、アニメでは味わえない映画ならではの迫力ある映像だったりとか、壮大なストーリーがやっぱこのフィルムシリーズの見どころだったと思うんですけれども、本作はどちらかというとミュージカル要素が多かったのかなって非常に感じました。歌のシーンがかなり多くて、まあそれもめちゃくちゃ良くばかりで、アドさん歌うますぎって感じだったんですけど、まあ、映画館のね音響でさらにパワーアップされていて、なんて言うんだろうな、ああいうミュージカル風な映画としてはすごく良かったんですよ。かなりポップな感じで、子供が好きそうなワンピース映画だなって感じがしたんですけど、フィルムレッドのサブタイトルをつけてほしくなかったなと個人的には思いました。うん、やっぱりフィルムシリーズって、まあ、昨年のスタンピードはねフィルムシリーズじゃなかったんですけれども、まあ、昨年のものも含めてストロングワールド以降のワンピース映画の醍醐味って、やっぱさっきも言いましたように迫力あるアクションエンターテインメントだと思うんですよね。もちろんラストのバトルシーンはすごくね本作も良かったんですけど、過去作と比べるとなんか迫力に欠けるのかなって感じてしまったんですよね。で、なんでだろうと考えたんですけれども、思ったのが敵キャラの強さにあるんじゃないかなって思ってて、ストロングワールドの金獅子の式、まあ、彼は海賊王ゴールドロジャーと互角に渡り合った、まあ、海賊で、まあ、間違いなく強さは圧倒的なんですよ。でフィルム Z の Z は元海軍大将、まあ桁違いの化け物ですよね。でキザル青キジ赤犬の先生指導者だったわけで、でフィルムゴールドのグランテゾールは、まあ、金の力ですよね。世界政府を公認にさせて、あの国をドフラミンゴとつながってたり、かなりの大物であったと。そしてあらゆるものを金に変えるという能力、自分の体も武装色並みに硬化させる、そういう強さを持ってて、そして昨年のスタンピードのダグラス・バレット、彼は元ロジャー海賊団とい う, もう肩書きからして間違いなくバケモン級の、強さを持つ人物だったと思うんですけど、もうみんなね総じてめちゃくちゃ大物で、ルフィたちからしたら格上な存在だったわけですよ。だからこそ今までの映画は前半部分で麦わらの一味がボロボロにやられる、そしてこちら側に視聴者側にすごい絶望感を味わわせる、そしてラストのバトルシーンでルフィがボロボロになりながらも勝つっていう、ある意味お決まりのパターンだったじゃないですか。なんですけど今回はまさかのヴィランが歌だったということで、正直歌って武力的にはそんな強くなかったと思うんですよ。どちらかというとみんなが歌を恐れたのは現実世界に戻れなくなってしまう、ああいう能力が怖くて、そういったところでなんかもっとこっちに絶望感とか、もっとボロボロになる麦わらの一味を見せてほしかった、そういったところでなんかフィルムの期待を超えられなかったなって感じたんですよね。でしかもこれがフィルムレッドって銘打ってるんですよね。今までの Z、フィルム Z、フィルムゴールドの流れからすると、このフィルムホニャララのホニャララの部分って、敵キャラのキーワードが入ってくるわけですよ。なんで、フィルムレッドってなると、もう、レッド、ワンピースのレッドって言ったらシャンクスじゃないですか。で、今回もまあ、シャンクスがメインの作品だって、まあ、大々的にしてるわけじゃないですか。
なんでもう間違いなくフィルムレッドってきたらシャンクスが敵になるレベルのサブタイトルなんですよ。なんでまあシャンクスが敵になるって、まあ、これは原作の方でもいろんな考察とかでされてる話なんで、まあ将来的に本当にシャンクスが敵になってくるあの展開も原作ではありえると思うんで、まあ映画でシャンクスが敵になるのはまずないとは思ったんですけど、だからこそフィルムレッドってつけてほしくなかったなと。フィルムレッドってつけられたからもう余計に期待をしすぎちゃいましたよね、うん、そういったあたりでハードルが上がったというか、面白かったんですけどね、うん、もうちょっとなんかサプライズ感というか原作にちょっとつながった感じを、うん、そういった部分をねもうちょっと見せてほしかったなということで、皆さんどう思っていただけたでしょうか。ぜひコメントいただけたらなと思います。さあいかがだったでしょうか。本日はねここまでとしまして、また後日ねあの話したいことまだまだありますので、印象に残ったシーンについてね、感想動画まだまだ出していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。KCネマ。